はい、こんにちは。おはようございます。おはようございます。今日は、ゲストにですね、ララチバさんに来ていただきまして、お話をたっぷりと聞こうと思うんですけど、今日は悟りの道か、集まれスピナーコかはちょっとわからないんですが、まあ、とりあえず2つタイトルを告げてあるという合体、よく民放でですね、視聴率を稼ごうという合体ものになっておりますけどね、よろしくお願いいたします。はい。ということで、早速お話を聞きたいんですけどね、まあ、ララチバさんがですね、まあこうまあ、スピーチャーテレビとか来られて、はい、なんかすごく変わったとかってい いう話があるんですが、そこら辺をちょっと最初にちょっと聞いてみようかなと思うんですが、どんな感じに変わったんでしょうかね。はい、おはようございます、ララチバです、はい。そうですね、千葉のお気楽母ちゃんのララチバです。子供3人いるただのお母ちゃんなんですけど、子供3人のうち、約2名不登校だったり、学校の先生から発達障害なんじゃないかということで、電話なり何なりで毎日のようにこう連絡を取ってどうにかしてくれということを突きつけられて、子育てのことで苦しくて仕方がない時期があったんですね。でその時にもう明日同じような苦しい日が来るんだったら明日来なくていいって思ってた時代がありまして、その時に何か変わらないとまた明日、何にも変わんない明日が来る、同じような明日が来るって思って、でこれは自分が変わるしかないなって、子供を変えるんじゃなくて自分が変わるしかないなって思って、本だったりネットだったりをこううろ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 しながら、自分にこう腑に落ちていくものをこう探していっぱいつかみながらこう探ってた時代があって、その時にスピリチュアルテレビに出会ったんですね。はい。でもうとにかく自分が変わる考え方だったり感じ方の方向を少しでも角度をずらさないと、同じことの繰り返しでしかないっていうことをすごく思っその時に感じたので、とにかくその時毎日やってるのも嬉しくて、キッチンで、ずっと流しながら、ちょうど8時朝と夕方の8時ってキッチンに立つ時間なので、スピ TV をつけながらいろんな人のお話を、その時はもう本当に毎日毎日誰の放送でも全部聞いてました。でそのうちに話の全部は分かんないんですよ、最初の頃なんかは。でも自分にこうそうだよねって言ってこう落ちてくものがあるので、チョイスして分かることだけとにかく自分に吸収していこうって思って話を聞いてたんですね。でいろんな人の話の中の自分に染みていく部分だけチョイスしていて、でそのうちに話は分かるよって、頭では分かるんだけど理屈も分かるっていうか、その頃は本当にそういうふうに思って、だけど自分には置き換えられないんだよねって思いながら皆さんの話を最初聞いてました。分かんないとこもいっぱいあったし、でもその中に部分ああそうだよねって、どちらかというと初めて話を聞いて勉強してるというよりはこう少しずつ思い出していく感覚で、そうなんだよ、そうそれそれってうなずけるところをこう自分の中に落とし込んでいくっていうことを繰り返していったんですね。でそのうちになんか最初は絶対分かってるけどそんなんできないって思ってることとかが少しずつあそうだよねっていう部分が割合が多くなってって、である日まるでひっくり返るかのように、自分の外側というか自分を取り巻く環境や人々がみんな自分を苦しめるためにいるんじゃないかと思ってたところから、ああみんな感謝だなって
くるっとひっくり返った時があって、うん、そっからすごく楽になりました、うんうん、今はすっごい楽ちんで生きてます、うん、でも自分の身の回りの問題とかは変わらない。娘は不登校からそのまま高校入、うん、中学から不登校で高校入ったけど、うん、もうやっぱり行かないからいいやって言って退学をして、やっと今年高3この卒業の時を迎えてる。皆さん同年同い年の子たちは卒業っていうのを迎えてるところの年齢まで来たんですけど、だからといって何か新しい進学をするつもりになったとか、その学校に戻るつもりになったとか、就職をしますとかっていう、そういう変化は何もない。うん、同じように一日家にいて、まあ、ちょっと最近バイトを始めたので前よりは少し外に出たりとかするんですけど、一番下の息子も、その苦しんでた時に突きつけられた問題から、うん、通常学級から特別学級に移して、で、来週卒業式なんですけど、うん、でも自分から中学校は通常学級で行きたいということを教頭先生と担任の先生に言って、中学校は通常学級で進学するっていうことにはなったので、私の中の変化はこうやって周りの人も変えていくんだなっていうのは本当に感じながら、うん、うん、でも大きくじゃあ何か変わりましたということではないですけど、私の感じ方が変わったので、うん、私は楽ちんですっていうのが今ですね、うん、はい、そうですよね。別に例えば悟ったからといって、まあちょっとまあなんていうかな、ちょっと周りが変わるところもあるかもしれないけど、うん、まあやっぱ感じ方というか自分が結局主人公であるから、うん、自分が決めるってことですよね。どういう考え、そうですね、その状況に対して、もう一瞬だから、一瞬でというか、うん、そのひっくり返った瞬間、いや、うん、感謝なんだって思えた時に、うん、今さっき見てたものと今目の前にあるものは変わらないのに、うん、私に見える姿が違うだけっていう感じですよね。はい、はい、感謝したきっかけっていうのはどうして感謝したんですかね。私は自分の子供との問題で日常を過ごしていたけれど、はい、その裏側には私と自分の親との関係っていうのがまるっきし同じような関係であったんですね、はい、私は、自分の特に母親なんですけど、うん、その時まで恨んで憎んでいた人だったので、自分が死ぬまで、いやもしくは、まあ、親が死ぬまでもう会わなくていいって思っていて、家族には私が例えば何かあったとしても、うん、知らせなくてもいいぐらいまで家族にお願いしたりとかしてたぐらい、うん、もうなん 許せないというか、うん、認められなかったんですね、うんうん、それが皆さんの話聞いて少しずつこう自分の中に蓄積してきたものが、最初はやっぱり親というものの捉え方とか、感謝なんだよって思う、自分が生まれてきたこと自身が幸せだし、産んでくれた、その産んで育ててくれた親というものっていうのはどこに行ってもこう出てくる話なんですけど、うん、でもどうしても自分の中に落とし込めなかったんですね、うんうん、でそれがある時、あーその私が嫌だって思っていることをするもししてきた、もしくは私がそうやって感じてきた相手って、自分がその今ここにこの瞬間いる自分っていうのは、ここまで来るものが全部ないと、積み重ねないと今の自分にならないんだなっていうふうに感じて、だとしたらその今いる自分になるのは自分が望んで今の自分でいるというふうに思えたので、ということはここになるためにその経験が必要だった、嫌だったことも楽しかったことも両方それを体験させてくれた自分の周りの人は、その役を買ってくれた
ことなんだっていうふうに思えたんですね。だから親は、私は子どもの頃寂しい思いをしたり辛い思いをしたって自分は私は思ってるけれど、その思いをする必要が自分があったんだなって思った時に、その思いをさせてくれた嫌な役を買ってくれたのが親だったっていう風になったんです、自分の中で。そしたら感謝なんです、感謝になったんです。今自分が普段感じているのは、あの感情を味わうために人って生きてるかなっていうのが自分の中で今一番あって、いい感、あのよくあるポジティブな感情とかネガティブな感情って言うけれど、まあ感情にそれはないとは私は思ってるんですけど、だから嫌だなって思ったり腹が立ったりとかすることも、その瞬間自分がそれを感じたいから目の前にある出来事にそれを感じる意味付けをして捉えてるんだって思ってるんですね。なるほどね。そうするとその感情欲しいのは自分なので、はいはいはい、嬉しい感情ももちろん欲しいけど、腹が立ったりするような嫌だなって思うような感情も、その瞬間自分はそれが欲しいって思うから、目の前で起きてることにその感情捉える、あの自分が感じるような捉え方をしてるっていうふうに思ってて、でその感情をその時にこうしっかり味わい尽くす、自分が欲しかったものだから味わい尽くすようにした、目を背けないっていうか、自分は腹が立ってんだったら腹が立ってる、今これが起きた時に私すっごい腹立って今すっごいムカムカしてるって思う存分ムカムカするようにしたんです。そうするとなんかその感情って終わってっちゃうんですね。でその感情なんで出たのかなっていうふうに自分の意識の方が向いて、でそうすると、あの言葉に自分反応してるとか、こういうシチュエーションにすごく嫌な感じをするとかっていうのがこう出てきて、それって昔あったなんとかと一緒みたいな、昔こういう経験してるよね、こういう言葉で言われた時すっごい傷ついたよね、その時も傷ついて辛かったからもうそれを見てるのが耐えられなくて、私はぐしゃって手に握りしめてポッケにギュッて入れましたみたいな、トラウマですみたいな感じで、それをこうトラウマとしてずっと持ってるから、そのシチュエーションやその言葉もらった時にそれがうずいてボンって出てきて、嫌な気持ちが蘇ってきて、でいつも今までだったらそれまたぐしゃって持ってもう見たくないからバタポッケにしまってたんですけど、しまわないで手のひらに乗っけてじっとそれを見て、私これですごい腹が立つんだ、傷つくんだっていうことを、そっかそうなんだなって思っていくと、感情のその嫌だったり腹が立った部分が終わってってしまって、その事実だけがこう手のひらに残ったんですね。そうすると次同じこと来ても腹も立たないし傷つかない、終わってるので、感情の部分は、私昔これ言われた時すっごい嫌だったけど今なんともないやって思うようになってて、それが今の日常起きてることなので、感情は動くんですけど前のように振り回されなくなったんで、これもみんななんかスピリチュアルテレビで皆さん話してること聞きながら、こう自分の中に落とし込んだものが自分の中でミックスしたらそういう風になってたっていう感じなんですけど、だから今楽ちんです。なるほどね、素晴らしいですね。すごくやっぱり自分を見られていて、ね、そうなんですかね。そう、見ることができるようになった。で、その結果、まあ、ね、感謝もされましたし、つまり外側の見方を自分で、まあ、喧嘩させたというかね。で、結局、自己コントロールの大義を手に入れている。私は見てるんですけどね。そうなんですか。最近ほら皆さん悟りっていうことをよくお話ししてて、
私は本当に自分が日常苦しいから、それをどうにかしなきゃいけないと思った結果が今なので、その悟りってものに焦点当てたことがなかったんですね。でも悟りだよっていうことで話すのを聞いてると、でもみんなよくわかるんだよねって、みんな、そうそうそうってうなずけるんだよねって思いながら今聞けてるけど、悟りにこだわるのは何でかなっていうのはずっとここ最近 不思議に思いながら話を、皆さんの話を聞いてたんですね。そうですよね。まあ、結果としてその人が今の状況をきちんと見ていった時には悟りに行くんだけど、悟りたいっていう風になるのはちょっと滑稽に見えるかもしれないですね、アーチバさんのパターンからす るパと。ターンなんですね。なんかすごい不思議に思ってしまって。ラーチバさん、こう、結局、道を歩いてたら、あ、悟りが落ちてましたみたいな感じですよね。この道すごい通るの大変で、こうやってかき分けてたら、なんかここにあるんだけどって言って、どうもこれが悟りらしいっていうような、いや自分が悟ってる方か、自分ではそこに焦点を当ててないのであれなんですけど、そういうことなのかな ってみんな自分、例えば何かうまくいかないとか悩んだり苦しんだりしてて、こうスピリチュアルなことに興味を持つことが多いと思うんですけど、もうその時にそこに自分っていう自分軸に戻れて、そこに向かったら自然と出てくるんだろうなと思って、そこに行くしかなくなると思う気がする。それを探すより、なんか自分のセンタリングをして過ごしたら、気がつけばそこにあるのかなって、そういうふうにすることなのかな、自分自身を自分が捉えるってことなのかなと思って、そうしないと、でもやっぱりギャップ、自分と行動してる自分のギャップがあると苦しくなるので、物事滞ってくるじゃないですか。自分に素直になったら自然とそこにあるものなのかなって思ったりするんですけど、どうでしょうかね。そうですね。まあ、悟りっていうか、まあ、井上浪士とかが言われるときに、まあ、禅だと、まあ、現状考案っていうのがありましてですね、まあ、結局、その世間に起こることと、自分の周りに起こってことをちゃんとしていくと、結局、悟ってしまうっていうね、いうことが実はあるんですけどね。だから、なんだろう、周りに振り回されないで、自分ってちゃんと自分の価値観で、生活していくと、自然とそうなっていくんだろうなって思いますね。今だから、本当に子育て、苦しんでた最初の頃、最初の頃っていうか、苦しんでた真っ最中とかは、やっぱし周りからの自分に対するジャッジ、評価がすごく気になって、子供学校行きません、先生からどうにかしてくださいって来ますって、もうそれでこの母親っていう自分を評価されてる気がしてたし、それに子供に対しては、私は母親だから何か今しないと、後で困ることがあったら困るとかって困っていない時に、後で困ったら困ると思って必死になってみたりとか、結構こう、とにかく外から見た自分っていうのは、お母さんってこうじゃなきゃいけないよねとか、一生懸命子供のことしなきゃいけないし、そういう時は母親こういうことするもんでしょうみたいな、得体の知れない誰かの普通とか当たり前っていうものの評価、価値観で必死で動いてた自分がいて、でも自分の中には全然、今じゃあ学校行かないからあと困るとかっては、微塵も自分自身は思ってなかったんですね。で、親が何かしないと子供が困るっていうのも、自分が、いや私でも自分が子供の頃とか学生の頃とか、ここまで来るまでに親にこれをしてもらったから私は良かったとか、親が何かをしてくれたっていうふうに感じたことがなかったので あれ、よく考えた、
ちょっと違くねえかなっていうご疑問を持ってる自分自身からずれてるなってことをこう感じ始めたのがそういうそこのところだったんですけど、いや結局子供って、あの子供の人生生きてるじゃないですか、で私子供産んだ時からずっとこの子の人生はこの子のものっていうのをすごく産んだ時にすごく強く思ってそう思いながら来てたのに、なんか不登校っていうのがこう出た時に、なんかそこからずれていっちゃったみたいな、ちょっと一瞬自分の人生に取り込んじゃったみたいな、あんま混乱し始めちゃって、自分のことのようにして相手の状況を見始めちゃったってことですよね、自分の評価されてることと、子供のこの先どうし大丈夫だろうかって大変なんじゃないかって思ってる自分とごちゃごちゃになっちゃった感じ、その瞬間苦しんでた時ってそうだったな、ちゃんとこう別々に見れるようになった時には自分自身も落ち着いてたし、その時にはもう娘の状態を見てふざけてというか行きたくないってただ怠けて言ってる顔と、やっぱし真剣に行きたいと思ってるのに行けないのに行けっていうのはそれにはどうしたらいいんだって訴えかけてる顔ってこう見れば感じて分かってくるので、それであれあ違うのか、これはもうどんなに言ったっていけないもんはいけない、いけないって言ってるのにいけって言ったっていけないよねって、ああそうだって時にいいよって子供に言ったんですね。私はそれであのいいって自分つまその時は子供にいいって言いながら自分にいいよ大丈夫だよって自分にイエスを出せた時だと思うんですけど、でそしたら今度主人がねあの苦しみ出しちゃって、あの毎日やはり行けないので、あの制服とか体操服とか着ているんですよ、仕事から帰ってくると家にいる娘が、で行ったのって聞くと、もう言葉も出ない、首だけただ振ってそこに座ってるんですけど、行くつもりなんです本人は。だから制服も着るし体操服も着るんですけど、そこまでしたので行けなくなっちゃう、動けなくなっちゃう。だから主人も仕事から帰ってくれば制服着てたり体操服着てたりするから行ったのかなと思うけど行ってない。でその繰り返しのうちに、そのうちもああ今日もやっぱし行ってないだろうなって思い始めるじゃないですか、ああ行けないんだろうなやっぱり今日も。でそう思った時に当然また行ってないよなって思ってる自分を許せないって言って主人が苦しみ始めちゃったんですね。でもその時はあの大人だし、結局のところは自分で解決するしかない、自分の中を自分で整理していくしかないことなので、あの主人のことは置いといて、それあの子供のことはリアルタイムで対応しなきゃいけないので、子供下2人の子供にこう向き合うようにしたんですね。でそのうちあの主人の方がなんかやっぱり自分の状態が良くないのでこうきっとイライラしたりとかしてたんでしょうね。私こうスピリチュアルテレビやなんかでこう自分の中が整理がついてきた時に、もうちょっとなんか勉強したいなと思ってちょっと受けたいセミナーがあるんだけどみたいな話をした時に、まあ受ける受講するとなればお金もかかってくるし、でその時に主人がお金に対する不安とその私がやってることがわけがわからないの で自分は整理はつかない、自分の中は整理つかないので、あのおかしいと、あのお前は頭おかしいとあのなんだかわけわからないことに騙されてるの、平気でそういうこと言ってるって言って怒り出しまして、でもう全然話を聞く耳を持たず、そこから家庭内勉強が始まり、もうそれまで、20年弱一緒にずっと結婚してから一緒の部屋で過ごしてきたんですけど、家の中の他の空いてた部屋に鍵を
つけて、内側から鍵をつけてそこに閉じこもるっていうか、そっちに移ってしまって、うん、ほとんど口も聞かず、うん、という状態になって、うん、1年ちょっと家庭内別居をしました、うんうん、で主人はだからスピリチュアルのことはおかしいと、絶対受け入れられない、うん、主張するんですよ、うんうんうん、でもそれで、もうそれに聞く耳がないのが分かったので、私もあなんだ言わなくていいじゃんって、私が気づいて学んでいくことをわざわざ彼に説明をする必要はないんだなって、その時にはあそうだって思って、でこれは私が自分が整理がついてってこう気づいていけばいいことだから、彼に許可を取る必要はないってことをその時にはっと思って、でそれまで私実は子供よりも主人第一の奥さんだったんですね。もう依存に近いくらい主人大事です、大好きですっていう人だったんですよ、うん、はっって、あ私でいいんだってその時に思って、でその後思い出したことが、はっって、その喧嘩のようになった状態の少し前にちょっと長めの出張に主人が行ってた時に、あいないと楽だなって思った時があったんですね。旦那が家にいないで子供たちと自分たちのペースで過ごしてる時に、うん、あ楽ちんって合わせなくていいから楽ちんって思った時があったんですよ。だから私こういうふうに自分のことをできる時間ができると嬉しいなって思っていたの、思ったんですね。すごく楽しいなって、うん、もうちょっとなんか自分のことこうやってゆっくりスピリチュアルテレビを見るのも気兼ねなくというか、一緒にいる部屋では見れないので音を出してとか見るのはあれなので、こうキッチンだったりとかでこうあんまり音も大きくしないようにして見なきゃいけないなみたいな感じで思っていたので、あいないとこうやって自分で好きな時間に好きなペースで見れるじゃんみたいなこういう時間欲しいなってすっごく思ったんですね。で家庭内勉強始まって少しした時に、あ私この状態欲しいってこの間思ってたよねって思い出して、これ実は引き寄せなんじゃんって私はこの時間自分で使える空間と時間が欲しいって、すごいそれがちょっとあった時にそれがすごい嬉しいって、もっと欲しいなこういうのってすっごい思ったのがきっと叶えられたんだってことに気がついたんですね。で、ああ私が望んだから来たんだ、でもあれなんだよねって、ちゃんとそのものは手に入るけど手段を選べないんだなって、うん、そうですね、うん、そう引き寄せっていうのはね、なんていうのかな、あることを思う、まあその実際にはそれを叶うんだけど、その来る方法は、そう来る方とか副作用的なところっていうのは選ばないっていうか、まあねえ、ね、そういうとこありますよね。ああなんかがっつり本当に欲しいものがそのものが目の前なんだけど、うん、このなんか旦那とうまくいってないこの状況までは望んでないけど、でもこれはそれを手に入れるために必要だったんだと思って、確かに普通に考えて、うん、もう旦那大好きですって言って過ごしてる間はこういうそういう時間を作ることはまずできなかったので、うん、欲しいと思ったらやっぱりこんくらいのことが起きないと手に入らなかったってことだよねって、うん、そうか、手段は選べないとこうなるんだなって思って笑っちゃいました、うんうん、結構1年ちょっとかかったので、うん、大変でしたけど、でも面白いのはその後
家庭内勉強始まってから少しして急に主人の長期出張が今度決まったんですね。うん、で5ヶ月ぐらい出張で行きっぱなし、ほぼ行きっぱなし5ヶ月、うん、はい、たまに行き先が横須賀だったので、はい、私千葉ですけど、うん、まあ、電車で帰ってこれない距離ではないので時々週末とかに帰ってきたりとかするんですけど、家庭内勉強は続いているので、うん、いやだったらわざわざ帰ってこなくていいのにって内心思っちゃうような状況でありながら、でもその1年ちょっと続いたけれど、その間大きくそうやって出張に行くっていうのは家の中で顔を合わせながら言葉も交わさない、うん、ゆっくり一緒に過ごさないっていうことを過ごさなくても済むっていう状況がそこに次にやってきた時に、ちゃんとなんかそういうのってできてるんだなって本当に思って、きっと1年ちょっとの家庭内別居を主人が長期出張が入らずに毎日顔を合わせて1年ちょっと過ごしてたら、やっぱり感覚的に今みたい、うん、今完全に戻ってるんですけど、うん、今みたいな戻り方はできなかったのかもしれないかなと、うん、思っています。間でもちゃんとってあれですけど、市役所行って離婚届も取ってきたりとかしててでもね、そのもらっと取りに行った時に腹が立ってとかもうっていう気持ちよりは、これで彼がそういうふうに判断したとしたら、それはそれでいいな、いいやと思う気持ちで取りに行ったっていうところが正直なところなので、やっぱし自分の中はなんていうか安定してたかなとかって離婚届取りに行きながら安定してるなとか思ってたんですけど、自分はでもこの人に出会って一緒に過ごして時間を過ごすために私は生まれてきたって主人のことを思っているので、うん、なので私の中に何も揺るぎがないので、その上で彼がやはりそれを続けるのが嫌だっていう判断をしたら、それはそれだなってすごい冷静に感じてたのはありますね。うん、だからどっちでもいいよって思ってて、うん、だから感情はすごく動くんですけど、特に家族に関してはもう感情の振り幅はすごく大きいですけど、でも家族ってそういうものをこう突きつけてくるっていうか、そういうことを学んでいくための関係を持ってる人たちが集まってるのが家族だと思うので、だから外に対してはすごくこうそうね、冷静にというか冷ややかにとかって思う瞬間もあったりするんですけど、家族に対しては常にやっぱり感情は動きっぱなしですね。まさに日々感動の日々なんですけど、感情は動くんだけど味わってしまうので、昔のように感情に振り回されることはないっていう、うん、だから何も感じなくなっちゃうわけでも何でもなくて、感じるけど感じきっちゃうから終わっちゃうみたいな、うんうん、感じですね、うん、でも迷ってる時には本当にどっちを向いてどっちに進んでいいかはなる、もう全然分かんなくて、うんうんうん、なんか本当に全て自分の周りが全部全て敵であるかのように感じてた時もありますし、うん、闇のようにもうどこ見ても何にも見えない、うん、もうどうしようもないって思った瞬間も多々ありますし、うんうん、でそうですね、なんかきっとこう、いや、うつみたいな状態だったか引きこもってた時期も子育ての間にあったりとかして、その時はやっぱり衝動的に何かしてしまうかもしれないっていうのは、こういう時本当にはっと思ったらそうかもしれないってうつの時には思いましたよね。うん、うん、でも何にも見えないんですよ、その時って。うん、それが今は嘘のように
自分ってこうだなとか、今こう感じてるなとかっていうのがすごくよく感じられるようになったので、エネルギーが全然違う感じ、うん、重たいものにこう固められてるように何にもこう動けないでいる自分の頃から、うん、今はすごく明るい中で自由にいれるっていうふうにやっぱし感じますね、うん、自分をこうなんていうか、今まで自分はこうだったって思った今までの子どもの頃とかのことも含めて、こう自分はこんな風にあの時経験したのがすごく嫌なことがあったからとかってずっと握りしめてたものがそうじゃないものに変えられるようになったので、今の感情があの味わい尽くせるように、過去の感情も同じように引っ張り出してきたら、同じように感じ尽くして味わい尽くしたらなくなっていくので、嫌だった経験がなくなっていくっていうか、その嫌なことじゃなくなっていくっていうのかな、うん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 、それがあったことは事実はあったんだろうなと思うけど、うん、その時にそこにくっついてた自分の感情が違うものになっていくので、うん、なくな、うん、あのだから過去が変わっていくっていうか、だからすごく今少しずつこう掘り起こしながら引っ張り出しながら少しずつこう変えていってて、なんか自分の中でこれは苦手とかって思ってたことが、うん、いろんなこう今までそのことをした時に嫌な思いをしたりとかしたのがいっぱいこびりついてるのをこう一個ずつ引っ張り出していくと苦手なことじゃなくなっていくんですね、うん、それを今ちょっとずつしながら自分のありたい姿になっていこうっていうふうに思って毎日過ごしてます、はい、うん、だから過去って変わるんだなって思いました。自分がその過去に対してね、どう考える視点を変えた時に変わるってことですよね、うん、だから本当にみんなか、うん、全てのものが自分で変えられるっていうことじゃないですか。そうすると自分の在り方、ありを迎え、はい、向き合う時の向き合い方で相手が違うものになるっていうことは、ある意味思い通りに近い、あのなんと言い方に変えれば思い通り、だから目の前で起こることは望んだこと以外は起こらないし、起こったことには自分の思った通りの意味付けもできるし、とって自由なんだなって、だからもうある意味自分が全てを作ってるに近いくらいのところまで言ってみれば言えなくもないんだなっていうふうに思いますよね。そんな風になってきました。はい、はいですね、はい、そう、スピティービーのおかげですよ。でも本当にもちろん、はい、他にもいろんな方のお話も聞いてますし、なんと本も読んだりとかすればその中から自分に落とし込むこともあるし、過去に受けたセミナーとか講座、25年とかぐらい前、ニューエイジ系とか精神世界とかって流行った時代があったじゃないですか。うんうんうん、あの頃も子供の頃からの積み重ねで苦しんでた自分がいて、うん、なんとかクリアにしなきゃって、その時ももうすでに動いていて受けた講座があったりとかしたんですけど、うんうんうん、面白いのはね、それでその時にいろんなことし、ああなるほどなって知ってはいたんですけど、自分に完全に落とし込めてはいなかったんですね。知識として持つような感じ、はいはいはい、で、ある講座を聞いてるときにもう眠たいんですよ、そういうの聞いてると、うん、そうするとそういう話してくれた方が、寝てていいよって、メモも取らなくていいからって。でもその時こう結構値段高い講座を受けてたので、やっぱしこの値段払ってお金払ってね
自分にそれべなんつうの、あの一生懸命吸収しないともったいないじゃんってやっぱし思って一生懸命メモとか取ってたんですけど、うん、でもやっぱり途中眠かったりとかして、いいよって魂が聞いてるから、その時が来たらね思い出すから、ああこれだったんだあれってって思い出すから大丈夫だよって言ってくれたんですよ、うん、その時でもちんぷんかんぷんで、なんじゃそれやってお金出して話聞きに来て寝てていいよって言われて、だとそれだけのももらって帰んなきゃいけないじゃんってその頃は思ってたから、うん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 、その寝てていいよってその時には分かるから、気がつくから魂が聞いてるから、わけわかんないなって思ってて、それで今あの時言ってた話すっげえよくわかるって、うん、思いながら、あ思い出してるじゃん、本当は時その時が来たら思い出すって本当に思い出すんだなって、うん、だから魂が聞いてるからいいんだよって言われてる意味は分からなかったけど、うん、今はなるほどこういうことだったんだっていうふうに思ってます。うん、だからあこういうことだ、その頃は、うん、と勉強するようにそういう話を聞いていたですね。うん、だからずっとみんな一つですよとかってワンネスのことも話も知りましたし、うん、だからそういうのはその時知ってたはずなんだけど、面白いのは主人と知り合って結婚した途端に全部それはなかったことにしてる自分がいて、うん、全然何にもそういうことがわからない自分として子供を産んで子供を育てて、で苦しくなって、で苦しくなったのはそこを意識しないで自分軸からずれて生きてるから、うん、自分に OK 出てないから当然子供にも OK 出せないですし、うん、周りに合わせた価値観で過ごさなきゃいけないとその時はもうすっかり忘れてるから思ってたので、うん、どん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 自分軸からずれて、あもうどうしようもない、これはここで掘り返さないことにはどうにもならないっていうところで、うん、あ苦しいなって言って、であがいていろんなことを改めて吸収し始めた時に、出るじゃん自分って思い出してる、いっぱい思い出してる、どん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 思い出してる、人の話を聞いた時そうそうそうって自然とうなずいてる自分はすでに知ってた自分なので、うん、そうそうそう、うんうんうん、だからなんと落とし込んでいくときには思い出していくっていう作業に近かったですね。うん、なるほどね、うん、そっか、まあ本当にこう多分ね、今これ聞いてる方で 今感想いっぱい来てるんですけど紹介できなくて申し訳ないんですけど、やっぱすっごい皆さんに参考になってますね今ね。そうですか、うん、ただの、あのお気楽母ちゃんなので、いやいやみんなと同じ、うん、ほら一視聴者でしかないですから、いやいや、まあこうやってね開いてくれる人が現れて嬉しいなと思いますね。うちのやっぱ目的がそういうところにありますからね、見てる方がやっぱ気づいていただくっていうかね、うんうん、自然となってきますよね、うん、あのなんだろう、聞いてることに何か自分の、うん、思いを乗っけてくんじゃなくて、そのまんますーっと持ってきて自分に合うとこだけこうチョイスしていくと自然とそれが積み重なっていろんな話が分かるようになっていくと思うので、そんなことないよって言ってたらそんなことないようにしかならないし、うんうん、そうだよねって言えばその時あの全部が納得いかなくてもそうだよねって言えば自然とそうそういう風になっていくんだろうなと思っていますけど、うん、はい、今日あのね お時間大丈夫ですかね、まだ。そうなんです、そろそろ出かけないといけなくて、はい、はい、あそうですか、まあちょっと書き込みがめちゃくちゃあるんですけどね、まああのちょっと待ってくださいね、ゆうさん、ラーチバさん、なりるまのあるがままなお話面白いですね、月見さん、過去は変えられるけど未来は変えられない、斉藤ひとりさんと書いてますね。にゃんパパさん、おはようございます。人生って本当に、
無駄な経験何一つないんですね、うん、ということで書いてますね。はい、なるほどね。はい、あとね、まあ引きこもり系もちょっといっぱい書いてあるんですけどね、あのまあスピーチャーテレビ比較的やっぱりその子どもの問題っていうので、あのね、トップ投稿ですとかいらっしゃるんですよね、何人もいらっしゃるんですけどね。まあでもそうだから言ってお子さんは結構元気してらっしゃる場合があるんでね。私ね、あれです、うん、娘なんかそのずっと中学から高校にかけてこの18まで、うん、ほぼ外出ないですけど、まあ、たまにディズニーリゾート行くときだけ出かけてくるんですけどディズニーオタクなの で、ね、ディズニーのキャストになったらいいじゃない。それは言ってました。キャスト目指せみたいな。でも一回ねアルバイトしてね、やっぱり動けなくもうピタッとこう動きが止まっちゃって喋りもしないし動きもしない時って出てきちゃうんですよ、うん、大体自分の軸からずれてる時なんですけど、うん、やっぱりディズニー関係のアルバイトをちょっとした時があって、うんうんうん、ピタッとそれで行かなくなって、で電話とかも出らんないので、うん、職場から連絡来ても電話出ないのでクビになっちゃったんですよ、はい、うん、そうしたらもうあのディズニーのキャストの、うん、そのいろんなのって同じところでまとめてデータを持ってるので、うん、私はきっともう取ってもらえないって言って、うん、今もう無理とかって、あの辞めちゃったのがあるからとかって言って自分で決めて、うん、無理って言ってるから、まあ、自分が決めて無理って言ってられたら無理だろうなと思って、うん、あ、そうですね、設計してますからね大丈夫じゃんとかって私は思うけど、うん、私がだから自分だとしたら大丈夫じゃんと思った瞬間に行けば大丈夫になると思うんだけれど、そうですね、うん、でも彼女はまだそこの苦しんでるところを経験してる最中なので、うんうん、あのもう無理、もうディズニーが取ってもらえないからって言って、うん、今牧場で牛の世話してます。ああ、それもいいですね、うん、あのアルバイトに近所に、うん、牛の目ってなんか優しいらしいですね優しいです、大きいクリクリとした、うんうん、で彼女がね行かないけど、うん、私には彼女がこの先ね、うん、この行かなかったことで私は社会のいろんなものに乗り遅れて、うん、どうにもならないで苦しいとかって思ってる姿が一つも浮かばないんです。私にイメージできるのがただ一つ、うん、私が何言おうと誰が何言おうと私はこれしかできないのって言って自分の好きなことを向けて、うん、誰が何を言おうとそれをやってる彼女のキラキラした姿っていうか、その好きなものをそれをするしか自分にはないって思えるものをしているだろう彼女のイメージしか浮かばないんですよ。うん、うん、だから私も自分自身を信じれるようになって自分に OK 出せるようになって、うん、あの彼女にもそのどんな状態にある彼女にも OK を出せるようになったので、うんうん、だからそれでいいんだなって思えてるんですね、うん、親御さんがこういう状態だといいね、うん、この間ね、うん、一番下の子の、うん、進学に関することで中学校の特別学級の先生とちょっと話をしたんですけど、うん、やっぱり、まあ、自然と娘のことも話に出て、うん、こういう話をしてたらあの学校の先生がねその特別学級とか、うん、特別支援学級とかをに関わる先生たちって勉強するんですけど、うんうん、いろんなこう偉い先生っていうか聞くんだけど、こうやってあの子供の頃ことを受け入れられちゃったお母さん、うん、引き抜けちゃったお母さんの話を聞いた方のが勉強になるなって言ってその学校の先生に確かにね言われたんですけど、ね、状況が問題ではないからね、うんうん、自分が問題にしてることが問題だからね。そう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 、そう結局自分で作ってるじゃないですか、うん、そう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 、うん、なので、うん、だから自由自在なんです。自分で問題にすることもできるし、うん、問題じゃない、全然問題なんかじゃないっていうふうにすることもできるので、うん、だからあの、うん、周りが何かをしてくるわけでもなく、うんうん、と周りの誰かのせいでもなく、だからといって自分のせいでもなくね、うんうん、なんだなって思ったらすごい楽ですよね、うん、でそしたらだから自分を信じられるから子供も信じられる、うん、子供だけ信じようと思って自分のこと信じてなかったら
やっぱし信じきれないで途中で息切れしちゃって、うん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 、そうだなと思ってる自分もいながらも、でもそうじゃなかったらどうしようが浮かんでくるんだけど、これで自分はこれでいいんだって思えたら、子供のこともこれでいいんだって思えたし、最終的に子供が生き抜くのは子供自身の力なので、うん、私たちにできるのはサポートだけですね、うん、はい、彼女の代わりに生きることはできないんで、うん、そうね、はい、うん、さあでは私お出かけしますのですいません、はい、どうも失礼いたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。この後ね、感想とか読んで終わりますけどね。じゃあ、あちこさん、ちょっとここら辺で、皆さんね、ちょっとお仕事ありますんで、お仕事かな。はい、ま, ね、また、よかったら来てください。はい、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。皆さんどうもありがとうございました。はい、失礼します。ありがとうございます。はい。ということで、ラーチョさんがちょっと、ね、スカイプで来ていただいたんですけど、あ、写真消えちゃったな。はい。じゃあちょっとこれは消しちゃうか。はい。という感じでございますけどね。うん。いい話でしたね。これ誰かちょっと忘れてたんですいません。視聴者の方から、もうラチバさんを出すべきだよと言われましてね。じゃあ出してみようと思ってね。うん。やっぱりラチバさんがね、まあ、オフ会とかで、オフ会とか、まあ、スピーチャー系テレビのね、そういったイベント、視聴者が集まってこうね、会う機会があるんですが、そこでお話ししたときにすごく感動したみたいなね方がいらっしゃったんでね、うん、あ、すごく参考になりますしね、いいですよね、うん、はい、まあ、なんかやっぱり心を強くこう持たれた方がいっぱいいらっしゃると思うんですけどね、うん、ちょっと待ってくださいね、これ直そう、うん、はい、うん、ね、まあ、いろいろ同じような方とか今来てますよね、陽子さん、親族でな、まあ、長年引きこもっている男の子がいて、当時妙な責任感を持っていた自分がどうかしようと思い立ち、ドライブに連れ出したり、感動系の映画を一緒に見たり、あれこれ行動していたら、むしろ男の子から、あなたも大変だね、もっとゆっくりしたらいいのにと励まされました。その時ガツンと目が覚めました、したいことを自分のペースで好きにやっている彼の方が、よっぽど本来の人間のやり方、あり方だと気づきましたと、ね。そういう書き込みが来ておりますね。うん、すいません。エルさん、やんちゃな神さんも書かれた近所先生が子供に問題があるのはな、ではなくお母さんの方に問題があると言っていました。お母さんが変わると不登校だった子が、変わるということですかね。ちょっと途中なんですけどね。ババさん、子供に執着しちゃうのが母親だね。母親ね、良い波動を送って思ってあげるなら良いけれども、心配波動を送ってしまうのも母親やね。T さんにその母親の執着を注意してもらうと、日本今より少し平和になるかもよ。ね、でも母親っていうのはね、やっぱりなかなかね、もう自分のことのようにやっぱり子供のこと考えてしまう存在ですからね。なかなか難しいところもあるんですが、まあでもね、小花ね、いつかしなきゃいけないんですよね。そうそう。ね。ちかこさん、ラハチバさん、お話ありがとうございました。うんうんうんと頷きながら聞いてました。ありがとうございます。ねえ、かずさん、たくさん共感できました。さとらさん、ラハチバさん、いい話、ありがとうございます。ということでね、はい。おきんさん、ボックスさん、学校にきちんと通っていない異常という社会通念も異常な状態であることは気づく人は少ないですね。あ、そうですね。うん、だって、そうですね、僕なんかもね、もう最終的にどうなったかというと、独学ですよ、全部。うん、このスピーチャーの独学。ね、あ、なんか英語とか、あ、まあ、ゲームとかね、コンピューター。コンピューターね、コンピューター俺使えるんだけど、まあ、プログラミングとかできるんだけど、学校でね、習った覚えがないんですよ。そういうのは作れるようになってたよなって。
全部独学ですね、うん、今でもゲーム作れますけどね、でもちょっと興味がそっちじゃないからやんないですけどね。だけど自分がやろうとしたらもう何でもできちゃいますよ、うん、ね、そういうのが分かりましたね最終的には、ね、うん、だから下手に学校行くとね、やっぱり社会通念上とかって入るとね、結局その人が本当に好きでそこ行くんだったらいいんだけど、そうじゃない場合にはちょっとずれるよね。ちょっと大変な人生になっちゃうかもしれない。めんどくさい人生になるかもしれないね。だから僕だとさ、17歳とか18歳で社会人になっちゃったら楽だよとか思っちゃう。私人より早く稼ぎ出せるしね。得した気分になります。ちょっとね。大学行くお金必要なかったしね、みたいなね。っていうのが考えたりするんですけど。ねえ。アドジムさん、子供と自分との気づきと成長、深く共感いたします。ね、うん、にゃんばばさん、にゃんぱぱさんから、ララジバさんの魂がもともと綺麗なんだなと感じました。感動してます。うん、あと、やっぱり、その昔から求めてらっしゃるっていうのがね、こう、それが、だんだんこう熟成されてきて、開いてきたっていうのは、ちょっと伝わってきましたね。うん、ね、多分ね、これ旦那さんの問題ね、他の人の例見てるんですけどね、旦那さんと一緒にいるってこう、ちゃんと設定されてるのでね、これね、後でもっと良くなります、関係がね。それは私、そう思ってますけどね。うん、本当にもうラブラブになっちゃったし、最初、いやー、旦那さんとうーんとなった人が、家庭内離婚になってた人が、今、ラブラブな人いますからね。もう変わるもんですよ。うん、まあ、旦那さんってのもなかなか仕事に行っちゃうので、その人は定年になってからラブラブになりましたけどね、うん、一緒にどっか、ね、旅行されたりとかしてますね、いっぱいね。この前見たら幸せそうな人ですよ。旦那さんもすごくいい方だよね。もかさん、ラージョさん、素敵なお母さんですね。娘さんが羨ましいです。サトラさん、立てこもりは良くないですが、引きこもりは別に構わないですね。なるほどね。牧場で牛の世話いいな。ね。まあ、ということでね、ちょっといっぱい今日ね、書き込みありましてですね。ね。はい。まあ、独学すればいいんですよ、好きなことね。独学しましょう、独学。だって、例えば、今いろいろプロジェクトがあるもんね。YouTube、外国だとね、今日本もあるかもしれないけど、YouTube の中でね、学校のやつ全部教えちゃうやつあるんですよ。だからね、それ見てると学校で出たのと同じことになっちゃうね。だから、お金かかんないっていうね、例えばね。そういうところあります。もしかしたら、日本でもあるかもしれないですね。いろんなこう、勉強のやつを教える映像とかがあるかもしれない。多分、ニューホライズンとかさ、そういう、わかんないけど、そういういろんな、とかそういうのをね、教えてるやつがあって、教科書さえあれば自分自身でも勉強できるっていう状態にあるかもしれないですね。まあ質問はできないけどね、先生にね。はい、ね、ということなんでね、こうその人の心次第でもう変わってしまうということですね。ハッピーさん、今朝信頼という言葉が頭に浮かびました。周りのすべてを完全に信頼できたら幸せになると思います。なるほどね。はい。さっきエルさんのやつね。子供に問題があるのではなくて、お母様に問題があると言ってました。お母さんが顔と不登校だった子が急に治るっていう書いてありましたね。まあ、それはありますよね。だから、そういうのもありますね。何ていうのかな。まあ、そういうふうに見せてくれてる。お母さんのね、結局成長を子供が、ある種こう、ちょっとピンチな状態になることによって、助けてくれてるというところもありますよね。だから、まあ、お互い様なんですけどね。これが面白いんですよね。全くこの、片っぽが変わると片っぽがまた変わるんですよね。だから、その片っぽが変わらないと片っぽが変わらないっていうか、だから、相手に変われって働きかけてんじゃなくて、自分が変わると相手が変わるっていうね。ここがまた面白いところなんですけどね。宇宙っていうのはそういうところですかね。自分が変わる必要があるときは、やっぱり自分が変わらないといけないんですよね。はい。ね、
小さなネギが入ったスピーチのゲームがあったら流行るかも。うん、そうある、やるかもしれない。あ、そうそう、俺ねロールペンゲーム作って、スピーチャル系のネタでロールペンゲーム作ってみたかった時あるんですけどね。うん、まあそのうちまたなんかやるかもしれないですけど、ちょっといろいろやりたいな、ちょっといろいろやりたくなってきたな。うん、私そろそろね、表に出ますから今表に出てるって、うん、あ、そういう感じですけどね。はい、ね、ということでね、今日もいい話聞けましたね。うん、本当にご紹介いただきました、ラーチバさん、すみません、ラーチバさんを出せって言ってくれた方ありがとうございました、ね、また視聴者の方のお話聞いていこうと思います、ね、視聴者の方やっぱすごい人いっぱいいるんですよね、実はだからあの人の話すごいなとかって人がやっぱいらっしゃるんでね、ちょっとまたこういう感じで聞いていけたらいいなと思いますね。はい、それではまたお会いしましょう。それではね、良い一日をお過ごしください。それでは。あれ音楽出すやつどっか行っちゃった。これどこ行っちゃっただろう。どっか行っちゃったよ。ここにないのか。あれあれ。なんか一回飛んでるな。音楽のやつがね。しょうがないね。まあいいか。じゃあまた。さよなら。